社月は、日本の芸人。大阪府藤寺市出身、祇園校部組合所属。2013年から7年連続で売り花奨励賞一等賞を獲得。テレビ番組への出演に加え、雑誌や CM のモデルとしても活躍している。1994年7月25日。 大阪府藤井寺市に生まれ、母親の影響で小さい頃から着物好きな社月。2007年、中学1年の時、父親に見せられた海浜留学の新聞記事をきっかけに、1年間、北海道のリシー島に留学することを決めた。当初はホームシックで泣いていたが、里親そして学校の皆さんの優しさで次第に楽しい生活を送ることができた。 親から離れ生活したこの経験が舞妓を目指す大きな自信となる。中学2年に大阪へ戻ってテレビのドキュメンタリーで舞妓さんのことを知り母親と祇園を訪れた。お座敷に向かう芸舞妓さんの美しさ、伝統的な着物を間近に見て私もこれになりたい。と決心。中学校を卒業してせめて高校を出てからにしなさいと父親の反対を押し切って 偶然通りかかった方に紹介してもらった館、鶴井西込さんとして送ることに。2010年4月、祇園公部屋家たち、鶴井で仕込さんとして、上下関係が厳しく、携帯電話使用も、禁止の生活を送りつつ、京言葉や舞、茶道などを学ぶ。2011年2月28日、舞妓としてデビュー。同日に、さやか姉さんが襟替え、舎月が、 お店出しというダブル行事は、議論工部では23年ぶりの出来事だった。4月 J コムチャンネル、恋舞子の京都墓場レギュラーデビュー。今日か、社月コンビ誕生。舞も、お座敷もそして、テレビ番組の出演も人一,一倍頑張って、2013年に、年間売上トップの芸舞子に贈られる、売り花奨励賞一等賞を受賞。2015年2月23日、 えりがいを行い芸ーへ。2017年、自前芸ーとして独立した後も、2019年まで、合計7年間連続売上トップの座を守り抜く。その実績、おっとりするが決断が早く男前の性格を変われ、2019年からの2年間、大国政府観光庁大阪事務所の観光誘致ポスターのモデルに起用される。また、1年間20回以上のロケを経て、 芸儀としての社月を描く NHKBS ドキュメンタリー番組京都祇園社月の式が完成2020年3月に NHK 国際版 NHK4K 版そして NHKBS プレミアムにて放送2021年現在コロナ禍の今も京都の芸儀として何をなすべきか立ち上げた公式インスタグラムで国内外のフォロワーと交流をしながら 奮闘している。2021年9月、ことぶき引退することになった。2011年4月、ジェイコムチャンネル、恋舞子の京都墓場レギュラーデビュー。強化社月コンビ誕生。2015年3月、ジェイコムチャンネル、恋舞子の京都墓場番組卒業。2015年4月、ジェイコムチャンネル、ジャポーニカ TV 放送開始。司会 TKO。 木本武のアシスタントとして出演。2018年6月、プーケット国際マラソン挑戦。豪雨の中、見事ハーフマラソン完走。この模様は、ジェイコムチャンネル、恋舞子の京都墓場8月後半会にて放送。2018年9月、雑誌、フライデーに特集ページ掲載。2019年1月、大国政府観光庁大阪事務所の下で、 芸ーギがツトイクことチェンマイツアーを展開、日本から約20名が参加。朝日新聞記事、祇園工部のトップ芸技、花街とプライベートを語るに、社月は、この時の脇あいあいとした、撮影会の様子を振り返っている。大国への観光誘致ポスター起用記念として、現地での撮影、観光地巡りの模様は、JCOM チャンネル、小舞子の京都墓場3月前半会。 後半会で放送。同年同月、京阪なプラザホテルで開催された、イベント、軽文化、学びの集い理念文化の歴史や、生活の紹介や教前披露などを、約100名の参加者で開催。2019年4月、大国政府観光庁の観光誘致のモデルとして、起用されたポスターが公開。とりわけ大きな増毛を持つ像とともに、 色紋付き姿で撮影されたポスターが話題を呼ぶ。2019年5月、恋、舞子初夏、庭園の園開催。地震、台風によって大きな被害を受けた矢渡市、昇華堂庭園の復興支援を目指したイベントに、謝月、マリカ、水木、飛アスカが参加し、野外で京舞屋の伊てを行った後、国内外からの参加者、約50名とトークショーで交流。 この模様は、JCOM チャンネル、恋舞子の京都墓場6月前半回、後半回で放送。2019年10月、ツーリズムエキスポ大阪、大国政府観光庁ブースにて、トークショー出演。2020年3月28日、NHKBS ドキュメンタリー番組、京都、祇園社月の式放送。なお、この番組の撮影は2019年4月9日。 桜満開の鴨川沿いを歩くシーンから始まり、その後、祇園祭り、発作、紅葉など京都の四季を撮影し、延べ20回を超えるロケを行った。また、その後も再放送が数回行われている。2020年9月、熊本県講師史クリエイター塾の特別講師として、登壇、人に好きになってもらうには、をテーマに、東京の株式会社ロボットから、オンラインにて生配信。 社月はこの時、好きになってもらうために意図的にやっていることは、少ないけれど、自分に自信を持ち、人にパワーを与えられる人になる。ということだけは常に心がけていると述べ、初めて芸妓さんとオンラインで話す学生さんと対話をした。2020年10月5日、発売、週刊ポストに、京都の新しいおもてなし、コロナ禍のお出し記事上取材記事掲載。 2020年10月21日、朝日新聞に、京都文化博物館にて開催中の特別展、マイコモダンのインタビューでは、岡本真聡さんの、口紅の絵に、化粧を塗る芸舞子たちの楽屋にも似た光景があると、感想を述べ、現役芸妓ならではの視点を披露。2020年12月20日から開催の、2020、京都環境フェスティバルのウェブ映像配信コンテンツ。 京都から考える SDGs にゲスト出演し、芸妓の日常の中のエコライフを語る。進行役は、アルファステーションの川原近代さん。ありがとうございます。